おはようございます皆さん。時刻は5時46分、はい、今日はここじゃん阪急は宝塚駅前にやってきております、はい、今日はですねなんとここからもうもはやいつぶりかもわからないぐらい久しぶりでございます、はい、お待たせしました。今日はここからお宿は紹介お願いします。六甲全山縦走に挑戦します。挑戦します。自信のほどはないおっとおっとおっとどうなんでしょうか。まあ夜にやってもええやん、のんびり行きましょう。おお、うん、歩いとったら必ずね一歩一歩でもゴールに近づいてんねや。この一歩がもはや島浦に近づいてんねや、はい、そうやなということであります、はい、どんな一日になるでしょうか、はい、できるだけ詳細なあのコースガイドも言いながらね、うん、進んでいきたいと思っております、はい、まずは宝塚駅を背に、この橋を渡ります、はい、渡ります。はい、出よう。出よう。あれだ。はい、向こう側を渡ります。渡ります。あのあれが目印やね。あのインドカレー。はい、インドカレー。うん。まだあるん。うん。はい、橋を渡りました。はい。インド料理のところね。はい。ここのインド料理が目印です。はい、登ってきました、はい、時刻は5時59分、はい、距離は 0.9 キロ、はい、ここに出てきましたね、標識がま、はい、っすぐでも行けんねんけどね、はい、一応ね、こうずっと坂を上がってきてこの十字路、甲子園大学って書いてある方が分かりやすいですかね、はい、すごい、エンページって書いてます。もうめっちゃ薄いんやけどね、はいはい、エンページをまずは見せます。はい、ここね、甲子園大学書いてますね、はいはい、右に曲がります。右に曲がります、はい、結構きつい坂です。もうこの時点でちょっとやばいって思わせる坂やな。宝塚の、ね、花はスミレなんやから。スミレ、はい、ここをまっすぐでも行けますがこっちに曲がります。甲子園大学が真正面です。任務帽子です。ワイヤーみたい。自由にねワイヤーが入ってるんで形を変えれるんですよ。ちょ視界を遮らなくていいのがいいですよね。こうこれ。夜景のテンガロンですね。鈴鹿ちゃんハットですね。あ、はい。テンガロンハットです。はい、あ、なんとねなくさはったんですよ。これで初代のやつをねどっかい。来ただけでねなくしたんですよ。そうなんですよ、持って帰るの忘れたらしいんですよ、はい、あ、同じのを買いました、はい、でも本人曰く微妙に形がつばの長さとか違うらしいですよ、はい、なんかねすっきりしてね、うん、この夏の暑さやばそうなんでね、はい、しっかり帽子かぶって熱中症対策しましょう。常に汗だ、はい、エンページ塩のお寺と書いてエンページと言います。右、まずはエンページを目指す感じで、はい、ここが、キャノンボールの宝塚スタートのスタート会場です。エンページ休憩所、はい、突き当たりを右に行きます。すると、またまた階段が出てきます。こんな感じ。結構きつい階段です、はい、ここまで来ると宝塚の綺麗な景色が見えます。はい、この赤い矢印、こっちを曲がっても縦走路に出ます、こっちを曲がるとエンページを経由せずに縦走路に出ます。ちょっと近道、うん、微妙に近いけどね、はい、今日はやっぱりね鉄板の六甲全縦したいと思いますね、はい、
鉄板といえども所々重曹路から離れて舗装路を走ったりしますんで、我々風の重曹路で行きます。そうそうそうですね、そうですね、はい、はい、はい、延平寺到着しました。ここの標高は343メートルです。はい、時刻は6時31分、はい、距離は 2.5 キロです。はい、はい、ここから始まります。あ、ちゃんと手合わせていきましょうね、はい。ここはお手洗いはありません。なんか標識新しくなってる。そうやね、私もうんと思った。距離表示出てるよな。そうやね、びっくりしますね。36番っていうのどこ行ったん？あれようになってる。ほんまやな、うん、あの数字分かりやすくなったのにね。ちょっと残念ですね。最高峰まで 10.5 キロ。はい、ここからようやく山道が始まります。はい、ここまででも結構バテますね。こんな食パンをたくさん持ってきました。はい、重曹の乾燥の秘訣はこまめにエネルギーを補給することです。おお、賢いやん。だからね、荷物はね、出えへんとこに入れとったら持ってないのと一緒やからね、うん、すぐ取り出せるようにしとく。はい、1時間に1回ぐらいはなんか口に入れたら、はいね、お腹空いてからでは遅い。そうです、早め、こまめ、少なめ、少なめ、ちょいちょい補給していきましょう。はい、こまめに走りましょう。そうそう、はい、リンゴも出てきました。はい、早め、少なめ、こまめです。おいしい、おいしいじゃない。おいしい、はい、このリボンのところ、ここからにね、確か出てくるんよ、どこに道があるね。そうそう、 あの先や、延平寺を経由せずに来るとこの辺に出てきます。あ、ここかな、なんか道がちょっとあれだな。あ、ここここ、あ、これやな、うん、これこれ、ここにもテープちょっとあるやろ、ここからピューって出てくるね。うん、ちょっと近いです。あ、番号ある、35番。あ、古いやつは残ってんやな。 あそこ新しくなったから撤去された、よかった。本来あれ、さっきの延平寺が36って立ってたんですよ、はい、ここ35番です。はい、じゃあ期待できるね、27まで、うん。ここの辺は所々走れる箇所があるので、無理せずちょっとだけ走りましょう。7時3分 4.5 キロ、はい、33番。やったー、27番まであります。はい、32番。はい、32番。7時15分、はい、5.5キロ、はい、32番。ここ結構ね、車来るんで気をつけてね。はい、道路を横断します。で、ここの先の階段がきついね。きついな、段差大きい。はい、はい、よいしょ。あれ、一番近かったっけ。7時半ですね、はい、7時半ジャスト、6.2キロ。はい、よたよたしてるけど大丈夫ですか。疲れた。まさか疲れたんちゃうやろな。はい、はい、ここね、反対から来ると見落としてまっすぐ行っちゃいがちなところなんですけどね、うん、暗いしな。そうなんよね。まあ出てくるときは分かりやすいですね、うん、出たら左に出て道なりに登っていく感じです。はい、はい、サービス区間です。はい、海が見えました。あー、やった、海。あ、カブト山。ほんまや。あー、いいね、阪神競馬場。やー、やっふー。いやー、広々。久しぶり。結構登ったからね、やっぱ。うん、時刻は7時38分。はい、距離は 6.7 キロ。はい、
31番にやってまいりました。はい、ここからまた山に入っていきます。見えたらここを左にまた山道に入っていきますと、はい、これまっすぐ行ったらダメですここに入りましょう。入りましょう。ああ綺麗だな。はい、時刻は7時43分。距離は7キロ。兜山ミニスポットです。そんなことあるんかいって感じ。こうパーッと景色が開けるとさ、あ、山登ってるって感じするよね。今日は絶好のハイキング日より、はい、まだ空気もひんやりしててね。はい。はい、日差しは強いけど快適です。はい。じゃんじゃん行ってみよう。行っじゃんじゃん。ここまでの区間は、木漏れ日の中を気持ちよく駆け、はいはい、走れたりね、すごくね、六方のいいところをかなり凝縮されたね、区間なんですよ、はい、おまけに人も少ない、ここ前なんやから六甲最高峰とかマヤさんとか行くとすんごい人多いけど、ここはね、割と人少なめで心地よく走れる区間なんで、はいはい、まあ、ここを満喫してほしいですね、ぜひ。はい、はい、ここ気持ちいい区間やね。そうやろ、なんか改めてね、でもこれ夕方になると木生い茂ってるから暗いんやな、結構すぐ暗くなるね、日没前でも暗いんやけどね、ちょっと怖いんやけどね、でも朝通るにはすごい気持ちがいいよね、はい、時刻は7時52分、はい、距離は 7.6 キロ、はい、30番です。30番、はい、相変わらず気持ちいいあれですね、区間ですね、うん、登ったり下ったり、はい、平坦やったり。7時57分、距離は8キロジャスト、はい、29番、もうちょっとで27番ですね、はい、こっちの道はでもあれやね、最高峰に向けて登ってんねんけど結構下りが多いよね。そうやね、なんかね、高野山の調子道みたいな感じなんよね、うん、登ってるはずなのになだらかに下るみたいな。そうやね、せやから逆にほらこれを下ってくるときに、これ下りやのになんでこんな登りやんねんっていう感じだよな。そうやね、反対側来るとあれって感じになるよね、うん、でこっから結構きつい、こんな坂が3つぐらいあったよな、あるけどまあ距離が短いんでね、そうやな、すぐ終わると思って頑張りましょう、はい。ゆきさんは反対向き、ここでよく転びます。あ、そうやね、滑りやすいんですよ、こんな感じなんでね。はい、今日は水は 1.5 リッター持ってますね。はい、持ってきました、はい、ただこれ上まで登ってしまうと、あとはもう自販機が結構あるから補給は結構しやすいやな。そうやな、うん、後半連れてね、ちょっと街に出たりするからかな、うんうん、はい、8時6分、 8.4 キロ、はい、28番です。イエーイ、まもなくです。もうちょっとしたら大きな岩が出てくるで、多分。あ、そうそう、大きな岩、この辺にね、うん、あれが出たらもうすぐ終わりやな。はい、大きな岩が出てきました。8時17分、はい、8.9 キロです、はい、このビジュアル、この岩が見えてきたら、ああ、もうちょっとでね、シャドウやな。詐欺師か、大きい岩すぎたらもうすぐやと思ったけど詐欺師ですね、まだまだやないかもうすぐのはずや、うん、ロープ出てきたで27番、8時25分 9.2 キロ、はい、もうね、あの岩過ぎてからめっちゃしんどいですわすごい、この27来るまでに結構すごい登りがありますと、はい、はい、ここ過ぎたらようやくね、そうやな、はい大きな岩が終わってもまだまだ続きます毎回な、りゅうちゃんな、岩すぎたらすぐって言うねんけどな、もう言うとこはもう全然すぐちゃうし、おまけに27過ぎても全然すぐちゃうし、もうほぼほぼ26ないけど、26よりも27、そうや、そういうことや、そういうことですよ。ほら、車の音聞こえたらもうすぐ、あ、もうええわ、だいぶ前から聞こえとってもうええわ、よいしょ、
尻が重いわ。でもこれ終わったらもう終わりだはず。こんな やったかな。しんど。はい。8時41分。はい。距離は10キロジャストです。はい。あのね、言うとっけど過去一遠く感じだわ。こんな急な登りやったっけみたいな。あ、新しくなってるわ札が。ほんまや。最高峰まで 1.6 キロ。はい、はい、ここ車よう来るんで気をつけて渡ってください、はい、いやめっちゃ綺麗に舗装されてる。ほんまや。これをまっすぐ行くと最高峰の方です。はい、この坂ですね。今日はカットするんでね、はい、行きたい方は別途行ってください、はい。時刻は8時51分、はい、距離は 10.9 キロ、はい、ここでちょっとおにぎり休憩とお手洗いを済ませたいと思います。はい、一軒茶屋のあるところです、はい、で最高峰行く方はこれピストンです。はい、今日は行きます、はい、こんにちは。リュウちゃんの手作り焼きおにぎり。こんなこんな。ちっちゃい版。はい、はい、休憩終えまして9時5分、はい、再出発です、はい、すごいいい休憩所になりましたね、ここね、うん、じっとしてるとひんやりするぐらいだね。あそこでも自販機で補給ができるんで、はい、まあ最低500一本持っとったらこの区間は行けたかなって感じですね。はい、最高峰はこっちです。はい、今日は行きません。行きません。300メートル最高峰まで。はい。芦屋川から登ってくるとここに出てきます。うん、これもいいルートよね。はい。でこれが一軒茶屋です。はい。もう開いているみたいですね。はい、ここでビール飲むと至福の時ですよね。もう終わってしまいますね、そうだとしたら、はい、営業中。はい、ここちゃうかった、これやろ、本当はこっちから出てくるんだけどな、はい、9時12分、はい、12キロですね。まあ、目印って言ったら、あのガーデンテラスまで 2.5 キロって書いてあるこれ、はい、ここを入ると微妙に近い、はい、シャドウよりね。はい、シャドウに出てきました、はい、9時14分、はい、このね、シャドウとグニーンって弧を描くようになってるけど、これはちょっと微妙にその弧をえぐるような感じになってるんで、はい、本当の重ソロはこれまっすぐ行くんですけど、あの我々ここはシャドウ、シャドウに入ります。はい、この左の歩道のようなところが出てきたら間もなく極楽茶屋で、ほんまに間もなくか、山の方に入ってきます。これが出てきたら要注意です。時刻は9時26分、はい、距離は 13.5 キロ、はい、ここはね極楽茶屋跡なんですよ、はい、ここはね、あの有馬から出てくる道、はい、でここで山の方に入ってきます。はい、ここです。こっち行ったらどうなるんですか。ぐるっとあの回ってガーデンテラスの方に行くとちょっと遠回り。あ、なんでここはこっちを通りましょう、はい、うん、出るといきなり駐車場に出てくるんですよね、はい、ここの中を抜けていくんですよ、はい、時刻は9時37分、はい、距離は 14.1 キロ、はい、ガーデンテラスに到着です、はい、ここにもトイレがあります。あります。ちょっと下に降りなあかんのでね、はい、足に来てる人は階段気をつけてください、はいはい、このまま通過します、はい、ここ腰つえたらもうやめてしまいそうな勢いなんで腰はすいません程よい疲労感とね、あれで、ね、一杯やってそのまま下るみたいなことやりかねえとさっさと行きます、はい、
はい、そこがジンギスカンを過ぎて、はい、曲がったところのこの先っちょ、ここを見落とさないようにね、はい、これを左に入る。はい、ね、時刻は9時43分、はい、あ、ちょうどいい具合に入ってくれましたね、うん、あそこでここ間違いポイントね、はい、車道に合流してこのまま車道をまっすぐ行くとダメです、はい、これ行きがちなとこなんですけどね、はい、いいモデルが言ってくれましたね。これ何も書いてないか、反対側から来るとちょっと書いてあるんだけどね、ほんまに分からへんせーな、ほんまに分からへん、こう知らんかったら入ってくるんで、せーな、これこっちに行くとね、えらい遠回りだね、遠回りで行かれへんやろ、戻ってこない、あ、そうやな、うん、ここ絶対間違えないでください、ここはい、このポイントです。はい、さっきの道を左の方に行くとどんどんなんか降りていくよ、そうやね、これね、戻ってくるのほんま心折れるよ、うん、でもキャノンボーラーでも間違っていきそうな人何人もおったよね、うん、はい、どうですかね、リュウちゃん、調子は。おー、オッケーオッケー、はい、あは最後まで行きますか。はい、行きます。はい、行きましょう。藤原商店、開いといてくれ何食べるの、開いとったらカップヌードル。はい、から来ると迷いやすいポイントなんですよね、これね、はい、はい、ここめっちゃ古いね、この標識な六甲全体中心、うん、これを左に行く、はい、すごいね、ところどころ立派な標識になってるんで分かりやすいですね、マヤさん方面に向かうと、こういう緑が出たら大きい車道に出るよって感じですね、はい、トイレスポット近いです。はい、はい、車道に出てきました、はい、手洗いがね、はい、9時57分、距離は 16.1 キロ、はい、ここちょっと入るとお手洗い使えます。はい、それはトイレ、あ、この上にもあります、うん、六甲山ビジターセンターです。うん、今日はスルーします。はい、まあ、上のトイレも綺麗よね、うん、上、広場になっててテーブルと椅子があるんで休憩もできます、うん、確かにあのいつもあのここ六甲の参考にさせてもらって、ありがとうございます、はい、四部作ですねあの純金さんたちはって言うて、すごい止めてくれはったんですよ、ありがとうございます。今日はスマウラまで行く予定です頑張ってください、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。嬉しいね応援してもらいました、はい、ほんまや、なんとやってました、やった、はい、時刻は10時2分、はい、16.9 キロ、カレーもあんねや、ほんまや、カレーライス、カレー食う、カレー食うか、土日食うのにやってんのかな、聞いてみな、生ビールセット1030円やって、うわー、こんにちは。カレーはできますか？イエーイ、オッケー、イエーイ。最高か。はい。やってまいりました。こちらが酒粕、あのこれですね、酒カレー。店内にね、このレトルトパックがあって、それを温めてくれはるような形です。こっちがワインカレーが。まあ、見た目はちょっと分かりませんね、どっちがどっちか、はい、さあ早速リュウジさんに召し上がっていただきましょう。いただきます。いただきます。結構入ってるで、これ。うん、あの普通のレトルトパックやからそれなりに量がね、ご飯もいっぱい入ってるね、うん、どう、ワインワインしてる、うん、ワインワイン、うん、私目のワインワイン、よいしょ、いただきます。テンション爆上がり、うん、やっぱりね、藤原商店は最高ですね。うん、思ったよりスパイシー、うん、どこが酒なんかよう分からへんけど、まろやかなんかなっていう気がしますね。
具も結構ゴロゴロ入ってるしね。うん、やっぱねカレーだね。体力使うときはカレー。10時26分再出発します。日帰り温泉やって。へーなるほど、なんかリニューアルされてんな思ったら川崎。いやもうね、カレーとビールはやっぱり最高やね最高。こんなんできたんや。おしゃれ。でもこんなとこでお風呂入ってどうやって帰るの。うん、ホテル神戸六甲芸品館。長寿が辻で表六甲ドライブウェイです。あそこ見えてますね。はい、ここでようやく車道からちょっと離れられる。はい、ここもうちょっとなんかね、横断歩道とかやってほしいですね。飛び出してくるとこには遭遇したことないんですけどね、この飛び出し注意の看板を過ぎたら左に曲がるポイントがあるんで注意です。これを行き過ぎると牧場に行ってえらい目に遭います左注意しておいてください。10時39分 18.2キロ、この東屋がポイントですね。ここを左に入ります。くれぐれもこの牧場を降りていかないように。はい、車道に出てきました。これ反対から来るとね、この森めっちゃしんどいんだよね。下ってくるのでも長かったわ。時刻は10時52分。はい、距離は19キロジャストですね。はい、はい、これを左です。はい、真矢さんまで車道で行きます。はい、行きます。本当はもう一回左に曲がって山に入らないといけないねんけど、ちょっとしんどいからそれは行きません距離も大して変わらないし段差が大きいんでね、車道で行きたいと思います。はい、方向はそっちやから、めちゃくちゃいいことですよ。そこもね、だんだん先に配置された尺投げも入ってくる。はい、真矢さん、菊生台到着しました。11時19分、はい、距離は 21.3 キロです。はい、ここがだいたい半分ぐらいのところかな。そうですね。はるばる来たぜって感じしますね。神戸丸見。丸ちょっと霞んでます。ああ宝塚から21キロも来ればこんな風景に出会えますという感じです。はい、ここでやめたい人は？ケーブル。ケーブル。ケーブルあります。ケーブル。そこでご飯も食べれますからね。はい。はい。行きますか？行きます。行きます。はい。お。ついおばあちゃんたちと長話をしてしまいました。いやー、なんと94歳らしいですね。二十何年か前にね。あのご婦人方ね、六甲全住しはなってなこの麓かどっかに住んではってね、夜景は六甲よりもこっちの方が綺麗でおすすめやでとかいう話とかいろいろしましたね。いや、ついつい長いこと1時間ぐらい喋ってそうな勢いですかねさあ、後半戦頑張りましょう。頑張りましょう。はい、はい、半分地点通過しました。はい、あのロープウェイから逃げました。はい、うん、いやここもね、爽やかな風が吹き抜ける、うん、あのね、本間のね、重曹路側で逆打ち、今日は宝塚スタートやけど、スマブラスタートできたら、ここも口も聞かれへんぐらいしんどいよ確かに今シールがついてるからね。いやでも順調にクリアしていってる感じしますね。はい、これからやで。
問題はこれから。はい。まあまあ、とりあえずはあれですね、順調にチェックポイントパスしていく。はい。新緑真っ盛り。ああ、おいさん。桜茶屋。はい、桜茶屋に到着しました。12時43分、はい、25.3 キロ。はい。ふやめポイントでね。まっすぐ行くと布引の滝の方に行って、新神戸駅の方から三宮行って帰ることができます。帰りますか？先に進みます。はい、はい、ここ間違いポイントその新加さんです。まっすぐ行ってしまいそうなんですが、うん、まあ行きかけたらそれは、うん、これやな、鍋豚山、ね、この看板がちょっと見えにくい。そうですね、だいぶ見えにくい、うん、鍋豚山、うん、桜茶屋があったらここ斜め下に降りるっていうことで、はい、河原に降りてきて斜め右前方橋を渡る、うん、そうそう、はい、お苦い、うん、緑、うん、ね、はい、車道に出てきました。ここを渡ります。鍋豚山 1.6 キロ13時8分距離は 26.3 キロ。はい、大丈夫。はい。ここを登ります。はい。今から鍋ぶた山に向かいます。ああ、そうやね。いよいよ。これからゴールまで終盤戦やね。4つか5つの試練があります。そうやね。ここまではね、何言うたらウォーミングアップみたいなもんか。この溜まった疲労でもってこの残りの3山を超える2山。鍋、キク、高取、スモアルプス。4つやな。これがね、聞くねん、また、はい、はい、本番です。最後までいけるのでしょうか。いきます。いける気しかしません。すごいな。はい、結構えぐい坂です。結構えぐい坂やな。傾斜がきついんや。でも、全部いや、はい、この自販機を過ぎると、今から行く鍋、聞く、はい、で日踊り越えの駅のところまで自販機はありません。はい、大龍寺の門を登って、はい、途中のところにある自販機です。ここ、はい、までに水が1リッターないと、あれ季節もにもよりますけど、ちょっと足しといた方がいいですね。はい、はい、本番です。はい、はい、ここな、なんでね、こっちです。鍋豚山まで 1.3 キロ、はい、やっほー、市ヶ原を過ぎて鍋豚に向かっています。はい、大龍寺過ぎましたね。はい、はい、どうですか、龍ちゃん的にはこの区間は。しんど。出た、出た、しんど出てきました。はい、は、行ける気しかしません。ちょっと、ね、風が気持ちいいね。あ、そうやね、うん、日差しがあると暑いんやけど、うん、風が吹くと本当に涼しい。うん、こう5月いいね。こんなんやったか。いや、前なんかこの面やいつも、うん、ここなんかテントが張れるみたいな。ベンチとかすごい増えたやろ。すごいな、向こうの方まで。向こうがゴールです。ビューフローマウント鍋ブタ、チャカトリ八分線畑振り横、うちらこれ、うちらこの橋やろ。 あれが菊水やろ、テッド立ってるところが。で、タカトリは、あ、菊水近いやん。菊水すごいやん。うん、すぐそこやん。向こうの方やん、ゴール。けっ、あ、こう橋見えてるやん。ガシ海峡。おお。時間は、はい、13時41分。はい、距離は28キロ。はい、鍋豚、マント鍋豚到着です。こんな看板とかな、あったら立派やな。うん、はい、
菊水まで 1.8 キロ。はい。ここの鉄塔が見えてるよ。はい。行く山々が。岩ゴロゴロで危ない道ですね、ここ。そうやね、もう段差も大きいし、めっちゃ神経使うよ。ざれてるから滑るしな。まあ、より強い点としては、木陰が多くて風通しがいいんで、気持ちがいいというのがある。はい。振り付けて進んでください。はい。間もなく、吊り橋です。はい。時刻は14時7分。はい、距離は28.9キロ。はい、鍋蓋を降り切って釣り出しです。はい、鍋蓋山、菊水山、連絡通路です。はい、これ登るのは好きやけど降りるのは怖かったね。あ、連絡通路です。菊に向かいます。はい、第1の試練が終わりました。後半戦第2の試練、菊水山へ向かいます。あー、腰の粉すごい、こんなとこまで来てる。これ見てした。はい、あー、お前や、へーすごいね、すごい。はい、菊水名物ラーバー階段が出てまいりました。はい、菊は反対から登っても菊です。はい、そして鍋を降り切って連絡橋を渡った後は風がね、やっぱり抜けないんですよね。あ、ちょっともわっとした感じですね。暑い。こっちはただの見晴らし台でした。はい、あ、舐めやがって。でもまあまあいい見晴らしやな、これ。ああ、夜道をしてしまいました。間違いポイントをご紹介します。休憩したい人はここでゆっくりどうぞ。はい、印のところからやな。このあと 200m の、あの、そうやね、案内を過ぎて、これこっちが弱き道だよな。まっすぐだな。まっすぐ、こっちはダメ。じゃあ、じゃあ、いじめ。はい、この舗装路を下に降りていくと270メートルでトイレがあります。はい、公園みたいなとこだったかな多分。うん、我慢できない人は寄ってください。はい、我々はまっすぐ行きます。はい、あと70メートルで山頂です。はい、パンチが効いてたね、効く。いいですか。はい、時刻は14時39分。はい、距離は 30.2 キロ。バーン、うん、菊水山、これやな、三角点どれ。あ、ほんまや、ちょっと今まで意識したことなかったんですけどね。今日は行ってみましょう。14時50分。はい、距離は 30.4 キロ。再出発。はい、また美味しい。いつも ありがとうございます。あの、暑かもしれないですけど、お写真してもらってもいいですか。すいません、お願いします。どこがいいですか。いや、どこでも一緒に映ったらどうぞ。真ん中に。はい、あ、そうですか、嬉しい。涙出てる。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今、撮ってますけど、出していいですか。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、嬉しいな。もう帰られるんです。スマウラまで行くんです。あ、逆ですね、私たち。
こっちやってはるんですか。はい、今度こっち、いや鍋豚の方に。ああ。もうちょっと時間あれですけど、まあまあね、ゆっくり行ったら大丈夫。はい。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。ありがとうございます。はい、もう多分枕になると思いますけど、はい、ぼちぼち行きます。はい、失礼します。じゅんちゃん、昨日に引き続いて、なんでじゅんちゃん見たら涙ぐみ。いやね、でも会えたらいいなと思った人に突然会えたら、なんか感動して込み上げてくるもんがあるっていうのがすごい共感できるんですよ。でもそれも対象が自分っていうことに対して、なんかすごいありがたいなと思ってね。ナームこらほどけちゃうっすよ。はい、次の試練、高取山へ向かいます。だいぶ足きてますよ、これどんまい、どんまい、どんまい。あー、よく見えるね。今日はほんまに霞にもそんなかかってないし、 あれか、あれや、だんだんあっちの方へ、あっちの方へ、ね、おお、見える、ね、うん、あの何個先まで行くね。一番奥か。一番奥やろ。一番奥やろ。何言うとんねんって感じが一番奥やな。行きます、行きますよ。はい。これ登りがしんどいねんな。長い階段。はい。いや、でもなんかこんなプラスチックみたいなやつだけど、こんなのあったような気するよね。そうやな。かもしれないね。ここになんかメッセージ書いとったもんな、いつもな。あのなんちゃら山岳部みたいな。行きます、はい、時刻は15時11分、はい、距離は31キロ、はい、下山しました。いや、このね、段差がやっぱりね、地味に来るね。あー、すごい。無事下山。はい、どうですか、エンジュリさん。はい、昼通りで電車乗るか。ん、昼通りで電車乗るか。あはははは、何言うねん。もう行ける気しかせん。はい、次の、試練、高取山へ向かいます。もう全然目に入らへんけど、すごいね、川の流れが綺麗だったりするね。なんかこっち向きに来るとさ、すごい興奮してるからさ、よし、こっから聞くやみたいな。逆に来るとなんかね、はい、降りてきました。トイレ借ります。はい、この浄水場ですかね、の中にトイレがあります。5時まで借りれるそうです。トイレご利用くださいって書いてます。門が開いてます。コースはこっちです。要注意ポイント、もう来て、こう右側をよく見ておいてください。ここを上り損ねるとまた大変なことになります。はい、はい、ここを入ります。清取越え、高取山の方へ行きます。はい、15時34分、はい、距離は33キロ、これを左に取りますと、はい、はい、やっぱさっきのポイントがね、あれですかね、あのトイレ貸していただけるところから出たら、もうずっと右側に注意して、ここを外さないことですね。でないと下に、めっちゃ下に行ってまうんで、ね、はい、気をつけてください。はい、行こう。距離は 33.1 キロ、ちょっとなんかぼーっとしてたら見逃しそうでしたね。右側注意ですよ、はい、ここで右って2回曲がらなあかんね。そうなんよ、ぼーっとしやがって。すいません。はい、誘惑ポイントです。15時44分、距離は 33.7 キロ、はい、めっちゃやめポイント乗るか電車という感じだね。そんな勢いやな。これはここを左に取ります。はい、はい、こっからが本番です。六甲重曹の難しいところ、はい、はい、ここに案内があるんですけど、大体はスマウラからこっち向きやから、矢印はこっちになってます。はい、向かうは左です。そのあの案内を反対向きやけど、見落とせへんように進んでいくのがポイントです。はい、この街だから激ムズでポイントです。はい、こういうところは電信棒をいろいろ見ていきましょう。見えた気するね。はい、はい、駅から来てこうぐるっと。ここむずい、激ムズポイント。日踊り商店を右に入る。よかった、すっげえ私役に立ったなこれ。激ムズ。
ここに矢印があるということは、こっちから来てこれを見えるようにということやから、これはこっちに曲がらなきゃいけないんです。激ムズなんですよね、逆はね、難しいんです。はい、そこに重走路の看板があるということはこっちです。こっちから見てこれが目につくところにあるから、こっちに行きましょう。激ムズ。ここに前山重走路という看板があります。ということはこっちから見てこれが見えるようにということだから、こっちに行きます。印象的なんで、この高架の下は通るっていうふうに、次の山はあそこの高取山です。しばらく町中を走ります。はい、駆け下ってきたらここの電信棒にこの六甲全柱ってあるんで、これを右ってことですか。ここはちょっと難しいね。こういう感じです。これちょっとむずいね。難しいね。はい、この橋を渡ってきましたと、はい、ほんでこの正面を見るとあの電信棒にこう見えるように貼ってあるということは左ですね。はい、はい、この風景、あそこの電信棒にあそこ側から見えるように貼ってあるということはこれが左です。ちょっとむずいよね。とにかく分かれ道だったらキョロキョロよく電信棒を見てあったよっていう感じで見てもらうのがいいんじゃないですかね、はい、そこのゴミ捨て場のと上のとこにあってるんですよ。なんでこれは右です。はい、はい、この街中の何気ない坂が足に結構来るよね。えるな、中盤戦の全てがこう答えるね。ああ、はい、しんど。出ました、しんど。はい、この幼稚園を過ぎて大きな道路に出ます。はい、はい、ここあそこにこう見えるじゃないですか、幼稚園のところ、はい、だからつまりそれはこっちから来るってことですよね。幼稚園を過ぎて、信号を渡って行きます。あそこの電信棒に六甲全乱こう行ってしまいそうやけどね、こっちのメインルートやからね、うん、これは左に入ってください。はい、はい、高取山が近くなってきました。はい、これはちょっと難しいね。ここにありました、案内が。ここ入ってきます。このね、これを降りていくんですよ、この丸い道を。これは知ってるからね、予測立つけどな。ちゃうわ。ちゃうな。ちゃう。ここを渡って、まっすぐ行きます。左なんですよ。あ、ここに書いてあるけどな。あ、ここ書いてある。これ分かりづらいわ。なんか大きい通りを渡ったら次は左に曲がるっていう感じ。この Y 字の道を左ですわ。今日の美味しいナッツ。え、はい、この階段がしんどいんです。あ、ここは行くんだよね。はい、16時半、36.5キロ。はい、高取えぐい、高取えぐい、まだやで。いや、こうあるということはこっちです。はい、はい、お茶屋さんの中を通っていきます。
ネジが切れかけ寸前です。いやまだまだこっからやぞ。走ってはいけません。ここは高取山にしとこうか。はい、時刻は16時40分、はい、距離は37キロ、はい、高取山タッ チやりました。あ、山頂そこやからね、はいはい、ここから拝んでおきます。はい、行きましょう。ああ、もう日没近しです。 あっちの方や。あー、ギエ見えとるわ。ギエ左です。あ、ここ書いてます。あ、やった、妙法寺。はい、下山成功。おお、17ジャスト。はい、38.1キロ。はい、高取山降りてきました。高取山ほんまにでかい山やったわ。もう上りも下りも足に来たわ。ここからいよいよ終盤戦です。はい、はい、これは左です。はい、こう書いてあるんで、ね、はい、左ですよ。あ、ごめんなさい、間違ってた。書いてあるんでねとか言ってこう見なあかんからね。6つ6つもう迷ったらここにあるんで、あ、ここからやな。はい、はい、車道に出てきました。これを左に曲がります。はい、コースはまっすぐなんですが、ここで唯一のコース上にあるコンビニに寄ってみたいと思います。これを左に曲がります。あそこです。はい、時刻は17時11分。はい、距離は39キロ。はい、はい、休憩入ります。コンビニ、ローソンでシャンポン、シャンポン、シャンポンと塩おにぎりを買いました。これが最後の休憩になります。はい、17時27分、はい、最後の休憩が終了しました。こっからもうライトも準備したんでね、はい、いよいよ夜のスマオラに向けて行ってみたいと思います。はい、頑張りましょう。おお。はい、妙法寺前通過します。こっちから来て、あのトンネルみたいな高速の下をくぐるのを覚えておいてもらって、はい、この階段がまたきついな。すごいきつい、地獄の階段。休憩中に食べたローソンのちゃんぽんがむっちゃ美味しくて体に染み渡る感じがします、塩分と。ここむずいんやけどね、うん、左。ここはもう分かりやすくここについてるんで、うん、こっちから来るんやなって感じよね。え、あ、ちゃうん、こっちはでガビーン。これ右に行ったらやめるポイントやで。あ、やっぱこれでもちょっと分かる、うん、あ、ここにこうついてるからこうで分かるって感じ、うん、常に逆向きに来た人の立場になってみな、ちょっとね、わけ分からへんくなるね、うん、こっち向きです。はい、見落とさない感じでこれを左ですね。これ注意しなあかんのが両面が書いてあるから、うん、そう、こっちです。はい、あそこの電柱に書いてます、六甲全山重曹。ここにも看板があります。で、これを右に曲がってぐるりっと行きます。右です。そしてあれをさらに右です。
5時45分です。はい、もう日暮れる気満々ですね。スマアルプスへ向かいます。はい、さあどこで日没を迎えるでしょうか。はい、この丸太階段がしんどい。日が傾きかけております。はい、もう暗くなるのは時間の問題です。これまでこんなにやったっけ。もうやけくそやな、こうなったら。えっ、おお、スマアルプス一望。スマアルプスがあってずっと行って、あの鉄塔の立ってるところぐらいかな。ふふ言うてるわ。笑いしか出ない。はい、クライマックスですよ。はい、なんとか日のあるうちにスマアルプスにたどり着けそうやね。はい、ここを注意ですね。そうや、これこっち側がね。毎回こっちかだな、こっちゃうとこ行ったんな。前そうやね、ここで紅茶飲んで休憩したら全然行った方がいいと思って。はい、こっちです。なんとか日のあるうちにスマアルプスにたどり着きました。8時10分、距離は42キロ。はい、行きましょう。気をつけてね。はい、馬の背があったら右側、あ、そこにあります。なんかこんなんやったっけ。ほら、そっちから降りてくるコースの方が。距離は短いけど落ちたら死ぬよね的な感じ。ほんまって感じよね。うまい。はい、どう。18時26分、 42.5 キロ、ホルムズ関西百名山横尾山タッチ。はい、再びやりました。えぐい、虫もすごい。虫よけあるで。あ、大丈夫。これね、何て思ったかな、戸川山じゃなかったっけ。はい、18時39分43キロ。もう日があるだけで同じですよ、これね。同じ。時代遅くなりましたな。マジ同じ。もうね、13時間になろうとしてますよ。もうその、ええねん、何時間でも。ね、もう月が見えてきたよ。ほんまや。降りよ、さっさと。はい。こっちか？ちょっと待って、よう見ろよ。スマリキュー公園、撤回したんやな。オッケー。最後はよう見ていこう。はい、こんなところで間違うたら。もうね、うん、目も当てられん。書いてあるよ。はい、こっちです。待って。
まだこあれ登らないと。まだあんのかい、うん、あれが明石海峡大橋です。オラガチェーンのとこやろ。そうそうそう。わー、明石海峡大橋めっちゃ近なんだ。やっぱね、こういうのでね、気持ちがスカッとなるね。うん。ここです。これをね、下まで降りきっちゃうと残念なことになるんですよ。はい、あのここ、これ出てきたらこっちなんですよ。はい、左ね、間違いポイント。はい、まあ、行けるんやけどね、下まで。うん、こっちの方がお得です。はい。はい、ビスコを持ってきました。このカフェオレ味が美味しい。一服、うん、してるって味じゃない。そして最後の山があそこです。頑張るぞ。ね、クマさんのオーサムストアの、ね、袋にしまして、クマさんを応援してくれてる感じですね。うん、右です。で階段登りたくない人はまっすぐ。ああ、どっちが近いんですかね。階段。で階段で。きえ。真っ暗。はい、19時3分、距離は 44.3 キロ、タッチありました、はい、やっば、はあ、お月さんね、ほんのり焼け、オラガチャヤです、はい、トイレ大丈夫、大丈夫、ゆーちゃんは大丈夫、よし、じゃあ行こう、ラスト、はい、はい、時刻は19時11分、はい、距離は45キロ、ここ階段を左に行ったらあの山登れるんですけど、もう余分なことは一切しません、はい、こっちの左側のショートカットコースで行きます。行ったら何山行くんや、何とか山、19時24分、距離は 45.7 キロ、はい、こんな遠かったご覧ください。スマウラのね、夜景もこんな綺麗かったんやね。はい、どうぞ。はい、時刻は、19時35分、はい、距離は 46.2 キロです。はい、待ち伏せ山の下のところの展望台。そうですね、です。明石海峡大橋、はい、47.2 キロ、はい、19時58分ですね、はい、はい、今、ゴールしたのがですね、とりあえず、19時58分、はい、40何キロ言いましたっけ、7キロ、47キロ、はい、で無事ゴールしました。今トイレで着替えを済ませて、はい、電車を待っているところであります、はい、今日ね、もう過去一時間はかかったんですけども、うん、もうすごくね、楽しかったですね。よ、頑張ったな、うん、頑張った。もう行ける気しかせんかった最初から、はい、もうどんだけ時間かかっても行こうと思ってた。もうかかる時間よりもやっぱりね、その道中どんだけね、楽しめたか、うん、もう今日はね、そういう意味では満点やったと思います。よかった、満点やったと思います。リュウジさんにもちょっと聞いてみましょうかね、はい、いました、リュウジさん、はい、行
けるとは思ってたけど、うん、行けて、いやこんな年になっても行けたんやっていう喜びもありながら、うん、過去一こんな遅かった、お遅かったね、こんなに体力落ちたんかっていうちょっと悲しみが2割ぐらい、8割は行けた、この年になってもまだ行けたっていう喜びと、うん、2人で一緒に頑張れたっていう喜びもありながら、うん、こんなかかるってやつや、こんなかかるっていうやつやな、ちょっと寂しさもある、うん、一末のね、うん、まあ電車があるうちに帰ってこれてよかったねぐらいのね、うん、まあ無事にね、はい、怪我なく終了してよかったです、はい、っていう正直な感想でした、はい、それでは皆さんまたね。